菩提寺とは、代々その寺の修士に帰依して、威廃を収めてある寺、菩提書とも呼ばれる。ここでいう菩提とは、死後の冥福を指し、菩提を弔う寺院という意味である。例えば、徳川家の関迎寺や、増上寺が有名。古代、中世では、一般的に宇治寺と呼ばれていた。荒原院は、仏前に、荒や花を供える役割を担う寺院のこと。荒下寺や、 公家書とも呼ばれる。両母、霊廟墓所などに隣接しておかれる。例えば、皇室の両母に隣接する、千入寺、伊達政宗の霊廟随宝殿に隣接する、随宝寺などがこれにあたる。旦那寺、旦那寺は、男神徒の伏せ、すなわち旦那によって運営される寺のこと。本来の意味では、神徒と寺との経済的関係を示しているに、ないが、江戸時代に、 寺受け制度によって個人は必ず一つの寺に管理されるようになり、多くの庶民は経済的支援をする寺と先祖の墓を管理してもらう。それが一致する。人号として菩提寺を称する寺院がいくつかある。すなわち寺院そのものの固有名詞。桜井松平家の菩提寺。醍醐寺の達中。法年が13歳まで修学した。ありがとうございます。